ちゃかっこいいですね。お昼ご飯ランチということで水山さんに一話されましたけども、でこちらお店ですけども、まあ、六本木の方で、あります。本当に、まあ、この後ね実際に行くんで、まあ、そちら見ていただければと思うんですけど、めっちゃおしゃれでめっちゃ人気ですまあそちらはねちょっと皆さんとお話しながら、紹介できればと思いますので、よろしくお願いします。先ほどまあご紹介もありましたけど、先ほどの横須賀つぐつぐさんのこちらの YouTube、このアカウントでありますので、皆さんですね、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。まあ、本当動画の方も、面白いネタもありますし、あと催眠術をかけるアイみたいな人いるじゃないですか。あの方ともコラボしたりとかしてて、面白いYouTube になっておりますので、ぜひ皆さん概要欄から、飛んでいただければと思いますので、見てください。よろしくお願いします。かっこいいな。はいですけども、水田山さんの社長さんが、走っておりますけども、やっぱこのオイニーがいいですね。煙のオイニーがいいです。すごいな。はい、こちらは、先ほど、ご紹介いただきましたが、マニアックすぎる GT38 自転車のベルもついてチャリンチャリンと音がするんですよ。こちらは聖大門さんの聖大門の社長さんの愛車です。これはあちら、こちらはカラーリングはこの赤で統一されており、名前をこのアルファベットの川崎じゃなくて漢字でこう書かれてるあたり、まあ、この大人っぽさはやっぱ感じますね。
っこいいな。後ろにはトゥクトゥクもありますね。レーサー仕様は走るね。あと、あこちらですね、あのリアのケツにバンビちゃんステッカー貼ってもらってます。ありがとうございます。いや本当皆さん貼っていただいて、あの本当に嬉しい限りです。こちらがあれじゃないですか、水左衛門別件、あ、別館ちょっと超言い間違えました。うわー、すげえかっこいい、おしゃれ。こちらが、こちらのバイクを乗られている方のお店です。水左衛門さんです。はい、到着しました。いや、ランチが、ランチタイムが楽しみですね。先ほどツーリングさせていただきまして、僕は水左衛門別館ということで、お邪魔させていただきます。見てください、この牛牛しいこの看板あとこの中の料理についてはこの後、トラック撮影させていただきますので、よろしくお願いいたします。高級感としてこの並んだ旧車と男のロマンが詰まってます、この入り口でもじゃあちょっとこの後皆さんと、ご飯食べさせていただきますので行きます。いや、ドキドキしますよにお肉食べるのいつぶりだろうって感じです。めっちゃ綺麗じゃないですか、とろけてまうやろ本日は、ランチでございますけど、こちらのイカのお肉に、あ、お器に詰めたお肉です。え、僕もあの本当にお肉大好きなんで、ちょっと味わって食べさせていただこうと思います。タン大好きなんで、いきます。いや、お肉食べるのめっちゃ久しぶりだな。いや、もうあの、あ、ちょに持って帰るんですか。いや、マジで超いい匂いしますわ。ちょっと早速炊いて入っちゃっていいですか。どうぞ。レアです。あ、おはようございます。やば、めちゃうまいや、社長に入れていただいてます。社長に入れられてるね。マジでうまいです。めっちゃ良くなってます。自宅もレポートにもなんない。この後、水山さんの社長さんの豪華ガレージ、こちらのちょっと撮らせていただきますということで、めっちゃ楽しいです。お楽しみください。よろしくお願いします。では、ランチで水山さんの、ごちそうさまでした。ランチですけども、こちら、水山さんの、ご飯食べました。で、ちょっと、お話盛り上がってまして、この後、水左衛門さんの社長の、ちょっと豪華ガレージを、一挙公開ということで、企画が決まりましたので、まあ、その他にもですね、まあ、いろんなトゥクトゥクだったり、まあ、いろんな企画、お話しさせて、もらいましたけども、まあ、今後、まあ、面白い企画がいっぱいあると思いますので、皆さん、それをぜひお楽しみにして、お待ちください。では、それでは、行ってみよう。はい、では水左衛門社長さんのこちらの、ちょっとサウンドを聞かせていただきます。
サウンドはとろけてまいやろうって、こちらのね、お肉もとろけてまいやろうってありがとうございます。あ、いや、ありがとうございました。当時ものヒートマフラー聞いてみましょう。こちらが東島のビートマフラーのサウンドですよ。はい、最高のサウンドお聞きしたんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こちら、清左衛門さんでランチしてきました。めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございました。はい、ではこの後ですけども、清左衛門さんの、社長のガレージに突撃取材ということで、行かせていただきます。よろしくお願いします。